北方ラーメン、北方ラーメン坂内蘇我店。北方ラーメンとは、福島県北方市発祥のご当地ラーメンである。2006年1月の市町村合併前の旧、北方市では、人口3万7千人余りに対し120件、ほどのラーメン店があり、対人公費の店舗数では、日本一であった。札幌ラーメン、博多ラーメンと並んで、 日本三大ラーメンの一つに数えられている。スープは醤油味の透明な豚骨スープが基本であっさりした味わいである。豚骨のベースと煮干しのベースを別々に作り、それらをブレンドしたものを提供する店もある。醤油味がベースだが、店によっては塩味や味噌仕立てなど千差万別である。麺は平打ち熟成高水麺と呼ばれ、幅は 約4ト、mm、ルの太麺で、雪人番手は12番および14番が使われる。独特の縮れがあり、食感は柔らかい。具はチャーシューを、おもとして、ネギ、メンマ、ナルトなどが、一般的な構成である。1927年、源来県創業者の半金星、半金星、1904年から1993年、が、中華麺に近い。 品そばを打ち、屋台を引いたのが原点である。その味は、市民生活に浸透していくこととなった。藩は、中国、石膏省出身で、大正末に、日本で働こうと渡航してきて、北方で、中華麺の製造、販売を始めた。その後、藩の、楽天品そば作りのノウハウを継承する人間が、増え始め、万こと食堂を、 坂内食堂など市内の多くの食堂が品そばをメニューに出すようになった。このような流れから現在も市内の多くのラーメン店が食堂という屋号を使っている。北方市の観光の原点は蔵から始まる。市内の写真館、金田写真層の金田実が指揮を通して蔵の写真を500枚ほど撮り、その写真展を東京で開催したことで、 蔵の町北方が浸透した。そのような流れの中、1975年 NHK が新日本機構で蔵と人々をテーマにした蔵住まいの町福島県北方市を放送したことで北方を訪れる観光客が年間5万人から1983年には20万人に急増した。一方で観光収益の増大のためには 観光客の滞在時間の増加が課題となっていた。1982年頃、市の商工観光課の職員は、団体の観光客の滞在時間増加を図るため、団体客のための昼食場所を探し始めたが、市内の日本料理屋には、団体客を受け入れるスペースなどがないことから、ラーメン店に目をつけ、団体客用の昼食場所として観光業者に紹介を行った。 市が紹介したラーメン店は、誠食堂であったが、一杯数百円の安い値段のお店を昼食場所に紹介することに、一末の不安もあったことから、民放の関係者を誠食堂に連れて行き、意見などを聞いたところ、誠食堂のラーメンが特徴的であるとのことから、民放のテレビ番組に取り上げられることとなった。1983年には、 福島県観光連盟の仲介で、日本交通公社の雑誌、ルルブで観光宣伝を仕掛け、PR 記事1ページ分に北方ラーメンが紹介され、さらに NHK などでも取り上げられたことから、北方ラーメンが全国的によく知られるようになった。1987年、北方ラーメンがブームとなり、一定の知名度を確立したことを受け、食堂、製麺業者、 市、商工会議所が参加した、ラーメン関係業種懇談会が開催された。同会にて、ラーメン店のレベルアップ、伝統の継承等を目的として、ラーメン会の組織立ち上げが検討され、1987年3月4日、北方市の観光 PR の一環として、同業者団体、倉野町北方ラーメン会が発足した。発足当時は、 任意団体であったが、活動の強化を図るため、2005年8月に、共同組合へと組織を変更されている。北方市内に存在する店舗のうち、店先に、蔵の町北方ラーメン会と描かれた紺色のぼりを設置している店舗が、ラーメン会に所属している店舗であり、2015年10月時点で45店舗が所属している。ラーメン会では不定期に、 ラーメン会マツプを発行している。これは、ラーメン会に加盟する店舗を地図にまとめたものであり、観光 PR 用として、ラーメン会に参加する店舗等において無料配布されているほか、ラーメン会の公式サイトにて PDF ファイル形式でダウンロードすることができる。地域ブランド確立のため、 ラーメン会は2006年に創設された地域団体商標制度に基づき北方ラーメンの商標登録を目指したものの特許庁は商標登録を認めないとの審決を行った。これを受けてラーメン会は審決取り消しを求めた行政訴訟を提起した。しかし2010年10月に第一審の知的財産高等裁判所は ラーメン会への北方市内のラーメン店の加入率が低いこと、北方市外でもすでに普及している名称であることから、北方ラーメンがラーメン会と、その加盟店だけの商品、サービスとして広く認識されているとは言えず、特許調信欠を妥当であると判断し、取り消し請求を棄却する判決をした。上告理の申し立てを行ったものの、2012年1月31日に、 最高裁判所第3小法廷が上告不受理決定を行ったことから、ラーメン界の請求を棄却した、資材交際の判決が確定し、商標登録できないこととなった。北方市外に出店している店もある。日本三大ラーメンに数えられる、北方ラーメンにちなみ、ラーメン館といった、北方ラーメンの土産店も市内には存在する。 持ち帰り調理用ラーメンのほか、せんべいなど近い風味の菓子類などが販売されている。2014年には、北方ラーメン専用のミュージアム、ラーメンミュージアムが完成。ラーメン神社も併設されている。ご当地グルメの北方ラーメンバーガーも存在する。これを提供している道の駅北の里ではこのほか、スープで米飯を炊いた、ラーメン丼、麺を生地にした。 ラーメンピザなどがメニューにある。住吉美希。こんなにも北方ラーメンが愛される理由。キリンビバレッジプレゼンツ私の別格。東京 f m 8 0 0ヘルツ2015年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月11日閲覧。ご当地ラーメンの麺とスープの特徴まとめマイナス大腸食品工業 AB。 東北の麺のどごし味わい多彩に、河北新報オンラインニュース、2015年10月11日時点のオリジナルより、アーカイブ、2015年10月11日閲覧、読売新聞、2002年10月23日、骨食東北食機構より、1993年に89歳で亡くなったと、ある、源来県店内にも貼られている、 性の漢字表記は、資料やウェブサイトにより版、半、半に分かれている。市場講演会、イエッグフェア2003セミナー、北方ラーメンの仕掛け人の一人が語る、町づくりの、秘訣福島県地域づくりネットワーク21会長、山口和幸氏。商工と、山市16年4月号。2015年10月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2015年10月11日閲覧。ABC、行天ご飯、代わり種ラーメンらしさ失わず、バーガーに、読売新聞2019年3月24日読みホット。ABCD、歌舞伎正雄。北方ラーメンよもやま話。ユ楽ラックペン、蔵の町北方ラーメン会。2015年10月11日閲覧。歌舞伎正雄。 よろしければ読んでみてください。北方ラーメンよもやま話。2015年10月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年10月11日閲覧。ABC、北方ラーメン会とは、蔵の町北方ラーメン会。2015年10月11日閲覧。鈴木信也、北方ラーメンという標準文字からなる。 地域団体商標としての登録出願が、出願人または、その構成員の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは言えないと、判断された事例。日本大学知財ジャーナルボリューム5。2015年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月11日閲覧。出願商標。 北方ラーメン拒絶新欠取り消し請求事件。牛木内外特許事務所。2015年10月11日閲覧。北方ラーメン商標登録認めず最高裁。日本経済新聞。オリジナルの2015年10月11日時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s 2 0 1 5 1 0 1 1 0 9 1 8 2 0 h t t p w w w n i c k e ア c o m a r t i c l e d g x n a s d g 0 1 0 4 0 r 0 0 c 1 2 a 2 0 0万2015年10月11日、閲覧 北方ラーメン商標登録認めず、組合と加盟店だけの商品と認識されていない、最高裁。MSN3K ニュース。オリジナルの2015年10月11日時点における、アーカイブ。h t t p s ラッシュ二零一五一零一一零九二五零五スラッシュ h t t p s a n k i j p msn.com, affairs, news, 12201, trl 12兆201億1843万5 N1, htm 2015年10月11日閲覧。ありがとうございます。